こんにちは、フィフィですえ。韓国の中央銀行は国内の物価高や家計債務の増加、不動産価格の下落、あと止まらない問安など悩みは尽きないと日本のシンクタンクが言っています。韓国経済の抱える様々な問題、課題については以前から言われていましたが、今回韓国経済の 現状について厳しい指摘をしたのは日本の第一生命経済研究所です。韓国で今月10日に行われた総選挙ですが、ユン・ソンニョル政権を支える与党が惨敗しました。それによって韓国の国会のねじれ状態が続くことになりました。惨敗した理由はいろいろあります。一つに物価高です。 韓国ではインフレが長期化する中で生活必需品を中心にインフレが進んでいます。あと、ウォン安によって輸入品のインフレも加速しています。また、不動産価格の下落も続いています。それと韓国国民の個人の借金である家計債務も増え続けています。 でもこうした問題は、ユン・ソン・よル政権のせいで深刻化したわけではありません。前のムンジェイン政権の時から始まっていたんですけど、前の政権は経済に関する主な指標を改ざんしていたから、え国民にはどれだけ経済が悪くなっているのかが見えていませんでした。ユン・ソン・よル政権がムンジェイン政権の時の改ざんを調査して、 それを今徐々に本来の数値に戻していることもあって、今特にこれまでは見えていなかった経済悪化が表面化しています。まるで今急に韓国の経済が悪くなったように見えてしまっていますが、そうではありません。 で、これが総選挙に響いてしまいました。やはり経済が国民にとっては一番重要です。で、本来ならこうした韓国経済が抱える問題を少しでも改善するために、韓国の中央銀行である韓国銀行は金利を上げる必要があります。 特に、ウォン安を食い止めるため、アメリカの金利との差を埋めるためにも、利上げが望ましいんですが、これ以上利上げすると、家計債務の増加で苦しんでいる国民がさらに追い込まれるので、それができません。韓国銀行は政策金利を引き上げるか、まあ、これまで10回の会合でずっと話し合ってきましたが、今回も見送りました。3.5%の政策金利のまま据え置きました。 でさっき韓国の家計債務が増加していると言いましたけど、韓国の国家債務もとんでもないことになっています。韓国はこれまで財政だけは、まあ、問題ないなんてことが言われていたんですけど、これも実際はそうではなかったようです。まあ、日本も国の借金は大きいですが、日本は入ってくるお金も大きいので問題はありません。韓国は国の収入が少ないから問題です。これ、 会社や家計に例えると分かりやすいです。大きな借金があっても、動かしているお金が大きいだけで、収入も大きければ問題ありません。収入が小さいのに借金だけが大きいと大変なことになります。今の韓国はその大変な状況です。昨年の韓国の国の借金は日本円で約126兆500億円でした。 これ前の年に比べて約6兆6,500億円も借金が増えています。どれだけ深刻かというと GDP に対して借金の割合が50%にも膨れ上がったんです。50%を超えたのは今回が初めてです。 GDP に対する韓国の国家債務の割合はコロナが始まった2020年に40%を突破してえそれからわずか3年で50%を上回るなどまあ韓国の借金は急速に増加しています特に深刻なのは韓国の昨年の税収が急激に減ったことです当初の見込みに比べて過去最大となる 約6兆3100億円も税収が減りましたそのため財政が大変なことになっています税収が減り続ける一方で財政赤字は増え続けていますあとさっき言ったように韓国国民の借金も増えています 韓国の GDP に占める家計債務の割合ですが、韓国は4年連続で主な34カ国の中でワースト1位になりました。何も名誉なことではありません。4年連続で韓国が借金大国として不名誉な称号を与えられたということです。今月初め、 国際金融協会が発表した報告書によると昨年韓国の家計債務は GDP に対して100%を超えました働いた分全てを借金の返済に回しても足りない状況になったということです34カ国のうち GDP に対する家計債務の比率が100%を超えている国は韓国だけですさすが借金大国です 特に韓国は家計向け貸付額がなかなか減りません。返せる見込みもないのに平気でどんどん借金してしまうからです。貸す方も貸す方ですよね。あと韓国の家計債務には家計以外の小規模な個人事業者の債務も含まれています。でもこれ家計向け貸付に絞ってみても昨年1年間の家計の 貸し出し残高は日本円で2兆円近くも増加しています。あと韓国は国家債務と家計債務だけではなくて企業の借金企業債務も急速に増えていることが分かりました。戦後最大の営業利益を叩き出している日本の企業とは真逆です。韓国の企業の業績が悪くて債券市場での資金調達に苦戦しているため金融機関からの 借金が増え続けています昨年の韓国の gdp に対する企業債務は125%で香港中国シンガポールに次いで4番目に高くなったことが分かりましたこれ香港中国ってあの不動産バブルが弾けて急速に経済が悪化している国です シンガポールも中国経済に依存してきて、それで引っ張られていますが、もう韓国もまさにその状況です。これまで韓国経済が中国にどっぷり依存してきたツケが回ってきたのでしょう。あと、あまり大々的には報じられていませんが、実は韓国ではすでに不動産価格が下がり始めています。昨年から特に不動産業と建設業関連の借り入れが増えたのもこのためです。ただ韓国は、 自分たちでこうした状況を打破することができません。だから今のユン・ソンニョル政権は必死になって日本やアメリカとの関係改善に動いています。またこれまでのように日米からまあ経済的な支援をしてほしいからですね。でも韓国国民は日米のおかげで韓国経済が成長してきたという事実を知りません。教えられていません。 韓国の80年代からの経済成長も韓国国民は自分たちだけで成し遂げたと思い込んでいてこれを判断の奇跡なんて呼んでいます。反日、反米が骨の髄までどっぷりすり込まれた韓国国民にとっては今日本やアメリカにすり寄っているユン・ソンニョル政権の姿が情けないように映るでしょう。しかもバリバリの もう半日半米の野党が必死で経済の立て直しをしようとするユン政権の足を引っ張って経済の立て直しを邪魔します。ねじれ国会が誕生したことに関してアメリカの専門家が韓国経済にとって良くない状況だと指摘しています。で、その上でユン・ソン・ョル大統領は野党と外交政策でもっと深く議論する必要があるとアドバイスしました。えこれはアメリカの 米韓経済研究所のトップによる韓国の総選挙の結果を受けての発言です。韓国経済がとんでもない火の車状態になっている時にまだ韓国の与野党でお互いに足の引っ張り合いをしている場合ではないということです。特に韓国の野党が今後もユン政権の政策を邪魔すれば韓国経済はもっと悪くなります。 経済だけではなくて安全保障における政策に関しても野党の邪魔が入れば韓国政府は危機的な状況に対応できなくなってしまうとアメリカ側から指摘がありました、まあ、いずれにしても韓国が抱える課題はたくさんあります冒頭で韓国銀行を悩ませる問題が山積みと言いましたが韓国政府もそして韓国国民も この深刻さを理解して目の前の課題にも国民一丸となって取り組む必要がありますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして f フ,フィーチャンネルの登録もお願いします